マイレースやばいやつか。え、どっかでぶつかったのかな。ふくらはぎ裏？言ってたら冨安出そうだけどね。冨安が YouTube の番組内でプレミアでセンターバックする自信ないようなこと言ってました。え、そうなの？いつもの冨安の謙虚爆発じゃないですかね。そしたら、ホワイト左の冨安右サイドバックになるのかな？アップの時からちょっと違和感あったみたいな。え、でも今、抑えてるところと逆側じゃない？今。あ、同じとこだ。へえ、でも試合前からのああいう映像さ、ちゃんと残しといてこういうタイミングで出すのすごいよね、その技術というか。なんかほんと技術班の優秀さを感じますね、今のシーンで。アップのシーン、だらーって見てないと、あれちょっと、わからないんですよ。これ気にしてるから、このシーン後々あるかもなと思って。今のすごいよね。撮っててすぐに出せるようにしといたんでしょ。超優秀。ほんとプレミア審判以外優秀だよな、マジで。台本あるみたいな編集ね。マグネイスケがね、めちゃくちゃ心配だし残念だけど、出てくるのが冨安っていうね、こう、日本人だからワクワクじゃなくて、戦力としてワクワクな感じがしますね。さあ、どっちで使うんでしょう、冨安。ちょっと見たいのは左センバーだけど、日本代表でもそっちになるだろうし、ただ、多分右サイドバックだよね。一応マグネイスプレイしてるね。冨安右にしてホワイト左センバーにするか、そのまま冨安左センバーかどっちかだと思います。このね、あと、ちょっとマゲレイスには申し訳ないんだけど、ホワイトとかトミヤスが左線も入った方が、このティアニーが中入りすぎてる現象に対して、センターバックが外側の位置取ってウィングと繋がるようにできると思いますね。利き足的には左利きの選手欲しいんだけど、ここに。もう時々あるね、サイドバックの中入ってきちゃうみたいなのが、センターバックそれに応じて広がらないとメリットが少なくなるんですよね。体格のフィードが上手いかは、どのくらいできるかわかんないけど、左足でも遜色なくというか、右で出すと見せかけて左みたいなことできるから、冨安は。ただ、両足使えるのと、両足でロングフィード蹴れるのって全然違いますからね。ただ、やりそうっすね。冨安の見たさよりも、マグニアイスがここで無理する必要あるのかの方が気になりますけどね。メディカルとか含めて、大丈夫だと判断したってことですね。この状況でね、正直、ホールディング使って、ああ、ちょっと繋ぐのは厳しくなったなっていう感じよりも、冨安出てきて別にそこの戦力落ちないっていうのがでかいですね。いや、痛めてても、多少痛めててもやらせていい状況とすぐに変えなきゃいけない状況って本当細かく分かれるんだよね。で、そこの事情って中しか分かんないから、だから外から見てると僕も、いや、普通に曲がりやすく変えた方がいいんじゃないって思うんですけど、この試合に臨む前にさ、いろんな数値取ったりとか、本人のさ、感覚だったりとかさ、複合的な判断でスタメンで出すってなってるじゃん。ただ、マグネイスが行きますって言ってるからやってるっていう、そんな薄い判断で出し続けてるとは思わないですけどね。いろいろみんなで、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところ知りたい人は、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。